ということで、メアの疑問も聞けたところなんですけど、一応今日はね、質問用意してまして、はい、じゃあ僕の質問から言ってもいいですか、うとこさん。はい、お願いします。ということで、僕と神楽メア、付き合うならどっち、理由も含めてお答えくださいということで、どちらですか、うん、これは、ちょっとメアちゃんには申し訳ないけど、玉木くん。で、全然、どうぞ。なんで？メアでも、メアおすすめですよ、たくさん。かわいいし。ちょっと、ね、もっとちょっと残念があってほしいんだけど。メアかわいいからおすすめですよ。やっぱ、たまきちゃんはね、男の子だからね、やっぱ。まあ、でも、やっぱいろいろな。メアも、すごい素敵な女性なので、ね、たくさんとも気も合うと思うし。大丈夫、大丈夫。なんで押し付け合ってんだよ、ちょっと。取り合えよ、取り合えよ。私のために争えよ。大丈夫大丈夫。いや、全然、ね、大丈夫ですよ。なんで遠慮してんだよ、お互いに。全然なんかね、そういうのね、ちょっとね、やっぱり歌子さんね、あ、理由聞きたい、理由聞きたい。あ、そうですね、理由。理由は、あ、理由はもちろん、体に興味があるからね、玉木くんの。特に下半身。あと尻ですか。まあ、尻も下半身か。狙いたい狙いたい、あ、なるほど。尻も狙いたいし、前も気になりますね。いろいろと。そうですね。フィギュアとかね、エッチそうで気になりますね。フィギュア、そうですね。サンプルもらったら、じゃあちょっとお送りさせていただくのでね。え、いいんですか？え、やった。クイズ、遠慮しろよ。やった。いいですか？いや、いいけど、あげるけど。じゃあ、ちょっと、メイさんの質問いきましょう。はい。はい、まあ、ちょっと、まあ、これもなんか答えが見えてる気もするんですけど、1日入れ替わるとしたら、はい、どっち、たまきちゃんか、メアか、どっちで何をしたいかとかあるのかなって。まあ、これは、ちょっとやっぱり、たまきくんで、したいとは、体をいろいろといじくり回したいですね、自分の体をね。メアさんでもほら、ね、胸もこう、たわわな感じですしね。いい体してますよ。うたこ姉さんも、うたこ姉さんもね、同じものついてます。確かに、うたこさん結構胸大きいんだよな。そう。そうね。やっぱ自分についてないものを自分について自分で触れるってやっぱ貴重な経験ですからね。そうそうそう。だから私、やっぱ男の子になってみたい、美少年になってみたい願望は、そういう意味ですごくあるので、やっぱね、なんか、朝目覚めたら美少年に、みたいな。てれれれ、てれれ、てれれれれれれ、てれれれ、てれれ、てれれれ、なんだったっけ、それ。何曲だ？全然全然だ。全然全然全然。まさにそう、まさにああいう感じで、入れ替わったらね、エッチなことしたいですよね、自分の体にね。何言ってんだ、興味が湧きますよね、生命体として。そう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 。で、まあ、ね、どうやったら気持ちよくなるのかとかね、いろいろ気になりますからね、男の子の体。はい。はい、ということで、うたこさんでした。ありがとうございました。お疲れ様です。もっと掘り下げていいんですけど、掘り下げていいんだけど。ありがとうございました。昼間ってね、体といっても何をすることかありますからね。そうですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらから切断しました。ということで、うたこさんでした。もう終わるよね。いや、もう終わるよね。終わるんですけど、なんか一人、終わろうよ。一人、なんかチャットが。12時に寝るでしょこの人はもう。一人チャットが来てって。ね、寝るでしょこの人。